東京都は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で医療提供体制に関する独自の警戒レベルについて最も深刻な体制が逼迫しているに引き上げる方針を固めたことが分かりました。東京都は現在医療体制の逼迫具合を表す4段階のレベルを2番目に深刻なレベルとしています。しかし今週に入って新型コロナに感染した入院患者と重症者の数はいずれも緊急事態宣言が解除されて以降最も多くなりました。こうした状況を受けて都は警戒レベルを最も深刻な体制が逼迫しているに引き上げる方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。医療提供体制のレベルが最も深刻なレベルに引き上げられるのは都が専門家を交えて分析する会議を始めた7月以降初めてです。